木下里市11月5日から1969年10月26日は日本陸軍の軍人。陸士20期、陸大29期。栄典は十三味く一等。最終階級は陸軍中将。旧和歌山藩士、木下文次郎の長男として生まれる。和歌山中学、大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、 1908年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官し不評第8連隊府となる。1917年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。1918年7月、陸士府となり、陸士教官、フランス駐在、陸軍不評学校教官を歴任。1923年8月、不評少佐に昇進。 教育総監部会員を経て、1925年5月、陛下を航空陛下に転じ航空兵少佐となり、下志津陸軍飛行学校教官に就任。1927年10月、航空兵中佐に進級。陸軍航空本部員を経て、1931年8月、航空兵大佐に昇進し、航空本部府となる。1932年1月、 ジュネーブ軍縮会議図員に就任し、飛行第5連隊長、飛行第7連隊長、航空本部、第2課長、同本部第1部長を歴任。1936年3月、陸軍少将に進級した。1936年8月、第2飛行団長となり、所沢陸軍飛行学校長、陸士分校長、陸軍航空士官学校長を務め、 1939年3月、陸軍中将に進んだ。同年7月、航空兵団司令部付けとなり、第3飛行集団長を経て、1941年9月、2度目の航空主管学校長に就任し太平洋戦争を迎えた。1942年12月、関東防衛軍司令官に発令され、満州に赴任。1943年12月、 第3航空軍司令官に転じ、南マレー軍司令官として、シンガポールで終戦を迎えた。戦後、1946年4月、第7方面軍司令官代理、同年6月、南方軍総司令官代理に就任。1947年12月に復員。ありがとうございます。